私たちが夏グモナイズというバンドです。よろしくお願いします。僕たち夏グモノイズというバンドはですね、スキマスイッチさんとかスキマスイッチの仲間の大橋拓也が歌っているような楽曲をカバーしている歌でございます。先ほど聴いていただいた曲がスキマスイッチさんの全力少年という、はい、全力で歌いました、はいですね。まあでも学祭1日目の今何部です？4部ですかね。はい、4部です。皆さんなんか学祭で模擬店回りました？なんか美味しいものとか回ってないですか？回ってないですよ。フランクフルト。フランクフルトが美味しかったです。ああ、ありがたいですね。フランクフルト。唐揚げ？唐揚げ？唐揚げ美味しい。唐揚げ。あのさ、ごま団子食べたんだけど。あ、ごま団子を食べたんだけど、6号が、ちょっとすっごい出たところの、そう、そこからすぐ出たところの通りのところにごま団子があるんですけど、揚げたてですっごく美味しくて、中にあんこがいっぱい詰まってました。宣伝ですね。宣伝ですね。僕らちょっとサークルではないけど、ごま団子もやってますし、まだまだ、学祭続きますので、はい、ぜひぜひアカペラも見つつ、はい、明日もありますしね。そうですね。合同祭を楽しんでいただけたらいいなと思います。はい、はい、では夏グモノイズ最後の曲を歌いたいと思います。では聴いてください。この闇を照らす光の向こうに焼き付くほどに強く消えない瞬きするたびに
愛情友情交わした約束触れやしないから信じ合えなくなる見える見えない心は何色聞く影覗き込むほど滲んでしまう苛立ちと憎しみが心をかき乱すそして簡単に僕は壊れてく旨味も消えそうなか弱い曲線でみんなと描いては塗り重ねてく濁るだけ濁して黒くなるくらいなら進めてよ闇で隠して不安や睨めで断ち切ってしまった世界自分の居場所も見失ってしまう、そして今気づいた差し伸べられた手を受け止めることの意味優しさとは夏物でした。